おちょむきんの階段階段は、高低差のある場所への移動を行うための構造物。人間の足で、昇降可能な、高さを持つ、いくつもの水平な段に分割されている。日本語の古語及び加語では、木材橋という。階段階段は、上昇や加工を行うために用いられる。このため、建物、斜面、乗り物、その他幅広い構造物に用いられる。 英語では建築上の階段は、ステアーズ、道路上の階段は、ステップスと言い分けられているが日本語ではこの区別はない。また車社会以前は坂と階段の区別が必要なかったため、坂という名称で呼ばれる階段が多く存在する。材質はコンクリート、鉄、木、石などがある。材質が石の場合、石段と呼ばれる。また階段には直線、 円形及び直線が多数の部分に折れ曲がった形などがある。大きく折れ曲がった形では、その部分に特に広い段ができ、これを踊り場という。上から見ると円形になっており、中心を回転しながら上昇。加工する構造の階段は、螺旋階段と呼ばれる。階段の特別なものとしては、エスカレーターとはしごを含むことがある。また、河川の護岸用など、 人が常時往来することのない場所に階段状の建造物が設けられることがある。高列ほど机、椅子が高くなっており、縁談が見やすくなっているような構造の教室は階段教室と呼ばれる。1、蹴上げ、2、花ので、3、踏み面建築物の階段は床に上下がある場合に、これらを安全に連絡するための段型の構造物である。階段を設ける空間を 階段室という。階段の各部の名称は次の通り。建物の階段には、外階段と内階段がある。外階段は、建物の外壁面より外にある。内階段は、外壁面より内にあるが、室内にある場合と、室外にあり、廊下の延長として機能する場合とがある。階段下は、設計により、物入れ、通り抜け、広間、アルコールなどに利用される。 日本では古くから階段の元に生じる空間を有効利用すべく側面を引き出しとしてタンスの役割を兼ねるタンス階段が用いられた基本的には階高を等分して毛上げ寸法を算出し毛上げの数から位置を引いたものが踏みずらの数となる踏みずらの数と踏みずらの幅によって水平距離と階段室の広さが決まる階段の毛上げ一段あたりの高さ H と 踏みずら段あたりの奥行き D の間には 2HD イコール歩幅の関係が理想的とされる。歩幅は 60cm 以上とする。なお、階段設計における毛上げと踏みずらとの関係は様々であるが、平出高氏は 60D プラス 0.135H の事情、70という式を与えている。ただし、歩幅を 65cm とするならば、 このように左右の数字を60と70にすればよく、毛上げがゼロすなわち平坦な道ならば見えない踏み面と歩幅が一致し、急勾配の場合は歩幅が小さくなるから左右の数字を大きめにする。日本の場合、住宅用の階段については安全を確保するため、登場寸法は 230mm 以下、踏み面寸法は 150mm 以上。 内方7 5 0ト、mm、ル以上など各部の寸法の最低基準が建築基準法に定められている。階段の段差を斜面に見立てた場合の傾斜を勾配と呼ぶ。家庭用の階段では45度前後とされる。勾配については建築基準法に特に規定はないが、傾斜が急な場合には手すりが設けられる。階段はその構造上。 身体的障害を持っている人々に対して使用が不便であったり危険を伴ったりすることがある。それらに対応するため階段のバリアフリー化の例が見られる。踊りバブに段差を設けないなどの決まりがある。長崎市内の市道の階段に設置された斜面移送システムに以前鉄道のケーブルカーの線路と石段スペイン階段階段で転ぶと大変危険である。 狭い面がそれぞれ直角に折れ曲がった構造は手や膝で支えるには難しく落下を止めるのが困難である。それ以外の部分から落ちた場合には角張った部分があるため当たる面積が狭くなり必然的に荷重が大きくなり怪我を引き起こしやすい。頭部や首などが当たった場合命の危険すらあり、例えば1989年には日本国内で593人が 階段からの転落により死亡している。転落し死亡した人物としては、不まユーンフリードリヒビルヘルム、岩佐和也、HR ギーガーなどが挙げられる。前述の通り、一度転ぶと自力で止めることは、ほぼ不可能であるため、長大かつ直線的な階段になればなるほど、落下すれば、命の危険が増すこととなる。このため、落下を途中で食い止めやすくする目的で、 おおむね10段から20段に1箇所は踊り場を設けるのが通常である。学校施設では階段で遊んだりふざけたりしないことが再三注意されるし、サスペンス作品では自己史の定番となっている。映画、か田行更新曲では命がけの演技として階段落ちが描かれている。ありがとうございます。